こんにちは、えー。休校中の皆さんの勉強を応援するウェブ朝倉学校数学です。えー、本日は2020年5月8日、えー、中2の数学の教科書第6章、えー、確率の話に入っていきます。でここにあのサイコロがありますけどあの、これなどについて考えてみたいと思います。えー、私はあの講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉です。えー、市議としての新型コロナ関係の対応は、えー 昨日の日ら公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧くださいで私たちは今あのコロナの事態の中で休校ということになっているんですが、えー、3月の16日にコロナを乗り越える数式というのを思いつきましたコロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるはずだということで頑張ってまいりましょうで、えっと、休校に関連して、えー、この3月の休校で中1の この部分、中2のこの部分が学べてないあるいは学びが弱くなっています。で、4月、5月の休校で、それぞれこの部分が学べてないので、私はそれをフォローしようと思って、これをやってきました。で、この、これはもうすでに発信しまして、これも昨日で発信終わりましたので、 これから中2の3月にやる今のし新中3年生が学びがよくなっている部分ですね、確率の話をやっていきたいと思います。で、確率の話というのは非常に面白い話、で、深い話もあるんですが、今日は本当にその入門編ということでやります。で、確率プロバビリティというのは何かというと、ある実験や観察で起こりうる場合が何通りかあるときに、そのうちあることの起こり ののの起こりやすすす。す。さ、さからしさです、ね、の程度を表す値ですで多数数行った時の相対動数に近いですで例えば、まあサ,イサ,イですね、サイコロを振るときに、まあどの目、例えばサイコロで1の目の出る確率は、まあ、あの立方体ですので、 6分の1というのはあの分かると思うんですが、実際にあのサイコロを100回ぐらい振ってみると、まあ、16回程度出ますよね、まああのその、その時のやり方によってばらつきはあるんですが、だいたい16回程度出ると、そうすると100分の16、0.16という相対度数が、えー、あの求められるはずですけど、それに近い値になってきます。でえー、で確率のの発想で重要なのは実際 実施すすするる前にに過去の経験や構造から予測することに使う値で,すで実際にこのサイコロを振って出た目が例えば1だったら後で結果から見ると、まあ、1が100%出て残りの数は全然出なかったから0%という言い方もできないことはないんですがそれは確率ではありません。 これからこのサイコロをこれから振ったときに位置が出る可能性はという意味であの確率という言葉を扱っています。で人生を生きていく上での話でいうと経験値ですね。この事業をやって成功するかどうか、まあ、この、えー、というのは実際やってみなきゃそのある事業が成功するかどうか分かんないんだけど過去の事例とかその時の経済情勢とかであるいはその時の社会的な雰囲気でまあ 大体これぐらい成功確率あるだろうということが分かります。で人生というのはそういうその実際に予測ができないんだけどその成功確率にかけて生きていくしかないところがありましてその実際にやるかどうかの決断は経験値というんですが、まあ、ある経験で、まあ、これぐらい可能性があるんじゃないかという感覚でありますね。で確率を示す英語であるプロ i ビリティというのは 形容系その原型である形容式系がありまして、プロ a ブリ y というのがあるんですね、これは多分おそらくということです。だ確率は、まあ、あの確実ではないけれど、ある可能性で実現しうるというような意味合いの、まあ、英語由来であります。さて、どの場合にが起こりうることも同じ程度である場合、どういううに確からしいと言います。 例えばサイコロで1の目が出ることと2の目が出ることは同様に確からしいと表現しますえ次に起こりうる場合が全部で N 通りあるときそのどれが起こることも同様に確からしいとするとで事柄 A が起こる確率が A 通りあるであるときに事柄 A の起こる確率は N 分の A となります、まあ、これは例えばサイコロで説明するとサイコロで偶数の目が出る確率は 目全体が6マスでそのうち3マスが、まあ、2、4、6ですから6分の3で2分の1となりますで必ず起こる出来事の事柄の確率は1ですねかあのですで決して起こらない事柄の確率は0ですので確率は0から1までの数字になりますで確率は普通、分数で表す6分の1とか、まあ、そういう形の分数で表すのが普通でありますそれででは次なんですが 場合の数ナンバーオブケーシ a s ということなんですけどある事柄の起こり方の総数が場合の,の数といえます例えば、まあ、一番よく出る例でコインの裏表の出方は裏か表かという2通りしかありませんねでということで2通りが場合の数になりますでサイコロの目の出方は1から6までの6通りですでトランプの数字の出方は 1>, えっと、1から13までですから13通りになりますねえそしてトランプのマーク、えー、ダイヤあの、まあ、ハートダイヤスペイクラブスペードはあんまこの4通りですね4通りの、えー、場合の数があるということですでちなみにサイコロのことを英語でダイスと言いましてトランプは実はトランプではなくてカードゲームというんですね あのトランプ大統領、プレジントテントトランプのトランプとは違って、普通カードゲームと表現します。さて、えっと、トランプについて、ちょっと確率を考えてみたいと思うんですが、えー、トランプの F だってありますよね、F だというのは、まあ、これ、ジャックですね、ジャこれこれですね、ジャック,、えっとャックえ、そしてクイーン、クイーン、クイーンですね。 そして、キングという、まあ、この絵札があるんですけど、この11、12、13、でえっと、クイーンが女王で、そして、まあ、キングというのが王様だということは、多分わ分かると思うんですけど、ジャックというのは何かというと、これは、まあ、騎士という、まあ、西洋の,そのまあ剣をで戦った騎士のことをイメージしてまして、ジャックですね。でまあ、ブラッッククジャックという漫画もありますけどあの ですでこのえー、そうすると1から13の札の中で11と12と13が、えー、あのこの絵札ですのでそうすると十3分の3ということになります,す、あのー、例えばサイコロが6分の1な六6通りのうち1つということになるんですけどこれ13通りだったら13分のその、えー、条件ですね絵札という条件にあるやつが3通りだから十3分の3となりますでさらに 赤の絵札が出る確率で、えっと、これはあの、まあ、えっと、絵札というのは、赤、赤の絵札、これですね、ハートと、まあ、ハートと、例えば、あのハートと、えー、っと、ダイヤが赤の絵札でありますけど、そういうものの出る確率は、えー 絵札の確率が13分の3です。で、その中でさらに、えー、クラブとかダイヤではなくあ、クラブとかスペードではなくて、黒ではなくて、えーまあ、赤ですね、が出る確率は2分の1、4分の2ですので、えー、これは13分の3る4分の2で、52分の6、そして26分の3と。でこの確率は 分数の時に最後にあの約分しますので、まあ、26分の3という形になりますという形ですねでこういう形で確率は考えてまいりますそれではえ次に樹形図ということなんですが樹形図という考え方なんですけど、えー、トリーダイアグラムはダイアグラムっていうんですけど順番あるいは同時に起こる事柄をするときに 考えられるすべての場合を順序を書き出した図です。えー、ですで例えば、えーまあ、一つの例ですけど、ちょっと大きくしますと、受刑図。受刑図の中で、例えば、首都圏、まあ、4県というのは3県、東京を除きましたけど、千葉、えー、埼玉、神奈川の3人の代表マラソン選手が同時着はなくて、到着する順番は、 あの千葉、埼玉、神奈川千葉、えー、神奈川、埼玉ってこと全部書き出していくとこういうふうに6通りあるんですね。でこの時に1着、2着、3着を漏れなく書き出して、えー、この、まあ、木の枝みたいに表現したものを樹形図と言います。で まず1着がどこかを決めるんですね。まあ、私、千葉ですので、千葉を1着に最初に書きましたけど、1着千葉にして、そうしたら2着を埼玉にしたら3着は神奈川だろうということで、まあ、それぞれ二次形図が書けるんですね。で1着を埼玉の場合には、2着が千葉、神奈川となるか、神奈川2着、3着が神奈川、千葉となるか、2通りがあると。で、神奈川を1着とした場合には、この2通りがあるということで、全部この6通りがすべて、えー、っと起こりうる。 場合の数になりますそして到着の順番の場合の数は6通りということになりますで、それぞれが同じ確率で起こるとすると千葉が埼玉に勝つ確率はどうなるかというとこの6通りの中で千葉が埼玉に勝ってるのはこことこことそれからここがギリギリ勝ってますよね えということで、6分の3ということになって、2分の1になります。で、次に、千葉が埼玉と神奈川に勝つ確率はといったら、えー、これ、千葉がトップで、埼玉と神奈川、両方に勝たなきゃいけないので、この2通りになります。6分の2ですから、3分の1ということになります。で、次、埼玉が神奈川に勝つ確率はといったら、埼玉と神奈川で、埼玉の方が上に来てるのは、これと、 これとこれですねで。あとは神奈川が勝ってしまってますので6分の3になります。ということで2分の1になります。ということで樹形図を丹念に書くとその書いた樹形図の本数を丁寧に数えていくと確率が求められるということですね。それではもう1つ樹形図です。えっと、同時に起こる出来事に、まあ、この千葉、神奈川、埼玉がどういう順番で、えっと、その マラソンのゴールにつくかというのは実際に別々に起こる出来事あの順番に起こる出来事なんでこの樹形図で考えやすいと思うんですが例えばこれ千葉の公立、えーまあ、高校入試でよくあるんですがサイコロを同時に2つ振ったという時なんですが同時に振って同時に結果が出ますので順番に結果が出るわけじゃないですねそういう場合でも、まあ、これを、まあ、サイコロ、まあ、1 でこっちをサイコロ2と考えて、えっと、考えるとき実際に出来事の順番が同時であってもその整理して考えるときにその順番をつけるんですねでサイコロ1について今1が出た場合とそれ、えー、考える123456が出た場合を考えるでそれぞれに対してサイコロ2は、えっと、サイコロ1が1が出たときでもサイコロ2が1から6までの場合がありう売りますということで えっと、その実際に起こる出来事が同時であっても考えを整理するときにはこういう形で樹形図を書くんですねでそういう形で樹形図を書きますでそうすると全部の目,か目の出方の場合の数は36通りということになりますでそうすると36の場合の数の中で例えば目の合計値が6となる確率はと聞かれたら、えっと、実はサイコロ1が1で の場合にはサイコロ2が5であれば合計6になりますね。サイコロ1が2だった場合にはサイコロ2が4だったら合計6になりますサイコロ1が3だったらサイコロ2が3だったら合計6になりますということでこう数えていきますと36通りのうち5通りが6となることになりますということで樹形図を丁寧に書いていって条件にあたうあの合うものを の系列をきちんと数えていけば全体数が分母に来て、その条件に合うものが分子に来れば、それが確率になっていくんですね。さて、もう一つ、目の合計値が6ではない確率だと言われたら、この6は除きますから、36分の31になります。ということで、これももう一つの原理としてあるんですけど、事柄 A が起こる確率を P とすると、A の起こらない確率は1から P を引いたもの。 6分の5を1から36分の5を引いた36分の31が確率ということになりますさてで本日はこの樹形図どんな場合でも樹形図を丁寧に全部描き切ってそれを丹念に数え上げれば確率は出せることが多いですただこれが実際にこ,れこの36個書くのですら大変そうですよね それがもっとたくさんの確率になってきたときには、えー、ちょっとこの書き方、樹形図だけに依存していると、非常に確率の、えー、考え方というのは、樹形図書けば、えー、できるんだけど、まあ、樹形図だけに依存していると、考えにくいところがありますので、明日はこの樹形図から脱して、別のやり方をやって、特にサイコロの問題をやってみたいと思いますので、えー、また明日、えー お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。